ある晩こんな夢を見た。着物を着た女性がしくしくと泣いている。見覚えのある女性のような気がするが、今一つ思い出せない。気になってその女性に声をかけると、提灯を落としてしまい真っ暗になり、それで泣いているという。目が覚め、なんだただの夢かと思った。そしてしばらくしたある晩に、上に述べたのと同じ夢を見た。朝になり目が覚めてトイレに行く途中、居間にある人形が目に入った。その人形は着物を着た女性が提灯を手に持っているのだが、その提灯が落ちている。夢のこともあり、提灯を拾い、元通り女性の手に持たせた。その晩、着物を着た女性が夢に現れ、ありがとう、おかげで明るくなったと言った。不思議な体験だった。